どうも柴です、僕はですね今年こそはプロレスラーのような体になりたいと思ってトレーニングをしてきたわけですね。去年ね変なダイエットをしてパワーがむちゃむちゃ落ちてねすごいショックやったんですよ。でね今年こそはもうね何が何でもまあ160、170とかベンチで言えば上げていきたいと思ってたわけなんですよ。スクワットだって もっともっと大きくなりたいと思ったんです。ただね来ちゃいました。僕ね毎年ねダイエットせえへんとか言いながらダイエットしてしまうのにはね理由があるんです。何かっていうと僕ね無呼吸になるんすよ。80キロ超えてくる83ぐらいからかな85なんていくとねもうね無呼吸になるんすよ。だからねむっちゃ疲れが取れないんですよね。もうほんまぼーっとするしなんかもう頭の周りも悪いし何よりね寝てる時に起きる自分のいびきのうるささに、なんか起きてるわけじゃないなんかそんな記憶があるなみたいなすごい睡眠が浅くなるんですよほんまに。でやっぱり僕扁桃腺がすごい肥大してますんでなんていうの筋肥大じゃなくて扁桃腺肥大ねだからなんていうのそれもあってねもともとなんていうのここの軌道が狭いところにさらにデブって狭まってほんでさらに酒飲むからもっと狭まってねもうどえらいことになってるわけですね。うん。ということで今年もねついに来ちゃったんですよその時が。うん。どうしようかなって今ねすごい迷ってます。うん。やばいね疲れが取れへんっていうのはすごい致命的で筋トレもあんまりうまいこといかんくなるんですよね。だからちょっとどうしようかなと。ただ一つ問題は酒やめるはなしよ。酒を僕から取ったらもうおしまいやからね。だからその他で、ね、なんかいい対策あれば教えてほしいなと思って今日今動画を撮ったんですけども、うん、何かないでしょうか。ぜひともね僕に知恵を貸してください。やっぱりねメタボ戦士の僕はねやっぱりメタボじゃないといけないと思うんですよ。やっぱりメタボにねなんていうかなポリシーを持ってねいやそれはうせえけどやっぱりなんていうかなまあどこから見てもあいつプロレスラーじゃねえみたいなそんな風になりたいんですよ僕。もともとなんていうか体のなんていうかなバランスはみんなが言う通りね僕の体のバランスってのはおかしいわけじゃないですか。別にいいんですよバランスが悪いから。何なんすかもうだからなんていうバランスが悪いからあいつは絞ってもいい体になれへんとかいろんなこと言われますけどいいんですよ。僕はねバランスが悪くても何よりもプロレスラーってんであいつプロレスラーじゃねえみたいなぐらいになりたいですね。もうバランスがそのどうでもいい、もうあれ絶対レスラーやでみたいなプロレスラーやわーみたいなねそんな風になりたいんでちょっとねここら辺でちょっと知恵を貸していただけないでしょうか。はい。まあ今年はねいけるなら90キロぐらいまで行ってねもうプロレスラーライフというかまあプロレスラーライフ90キロぐらいまでね行ってこのバルキーになってやろうと思うんですが、まあただ単にねダイエット嫌なんです。はい。うまいもん食われへんしねもうハゲたくないしね去年ほんまハゲたからねマジでハゲたからダイエット見てこれ頭ここ見てくださいね。ここう分かります。この辺これ K がねはみってるでしょ。ここまでほんまは毛があったってことなんですよ。これわかりますかね。これがなんていうのここにはぐれ小島みたいにしておるってことはこれね後退したってことなんですよね。こうすごいやばいです。やばい状況になっております。はいね。だからねちょっとダイエットはしたくないなと変なダイエットはしたくないなということでねちょっとまあ今日はハゲチェックということでハゲチェックも兼ねてねちょっと出しときますけどねこれが今後どんな風になっていくかっていうのもねちょっとまあ需要があれば出していきます。いやだいぶ生えたんですよ僕だいぶ生えた。一時期ほんまにここがねもう地肌バリ見えとったからやっばいなみたいなほんまにもう髪の毛なんか洗うものがもう200本ぐらい抜けとって最近はまあ60本ぐらいで正常って感じなんでまあそのハゲ対策動画とかまた出しますわ。とりあえず今一番の対策はいびき無呼吸ね
これほんまに、なんていう、僕運転手とかじゃなかったら全然いいんですけど、これはねやっぱりね危ないからね、うん、なんとかせんといかんっていうことで、ね、もうこれだけ皆さんがね見てくれてるか、何か一つなんか解決法があればなと思って僕は実践していきたいと思います。今日はね柴からのお願いです。あともう一つ、チャンネル登録5万人いきました。ありがとうございます。5万人いったからプレゼントじゃなくて僕にいびきの対策方法を教えてください。はい、これからもね一つよろしくお願いします。ということで今日今から寝るけどいけるかな。ということで皆さんよろしくお願いします。じゃあまた、バイバイ。